代々木の皆様、こんにちは、こんばんは。お勤めお疲れ様です。あいにくの雨、また風も強い中ですけれど、連日の暑さを考えるとね、少しホッとするような一日ではないかと思います。この雨がね、恵みの雨であるように、さながら空が汗をかいて冷却するかのような、皆さん、このホッと一息、それはですね、私たちの心においてもイエス・キリストの愛が私たちの心のエアコンのスイッチを入れ、私たちの心をクールダウンさせ、皆さん、エアコンが、あなたのお部屋のエアコン、おそらくね、24時間ほとんどつけっぱなしだろうと思います。外出かけるときは別ですけれどね、それと同じようにね、神があなたと共にいるならば、あなたのハートは喜びにあふれ、そして幸せになることができる。本日、代々木の皆様に、山手線30駅の一つである代々木、この駅、この広場、お借りしまして、キリストの愛、お伝えしております。2022年前、神の一人子イエス・キリストはこの地上に生まれました。イエス・キリストは宗教とは関係ありません。また今話題に乗っている反社会的な団体である統一教会とも関係ありません。宗教と一緒くたにしてね、宗教結構です、聖書もね差し上げてますけど、それをね宗教と考えてしまったもったいない。宗教って何かって言ったら、人が作り出した、そして祭り上げた、日本にはね30万の八百万の神々がおられると。でもこれね、本当に神様か、人が作ったものです。しかしですね、聖書が語る神は人間を作った神様です。あなたを作った創造者がいるよ。私猿から進化したんじゃないの、親から生まれてきたんじゃないの。いや、皆さんね、まずね、進化論っていうのはね、科学じゃありません。神を否定するために利用されている、仮説です。進化論、仮説です。それがね、教科書やあるいは国営メディアである NHK でもこれがね報じられていることでね、もう刷り込まれ、そしてマインドコントロールされ、騙されてる。皆さん、猿の子供は猿にしかなれない、人間の子供は人間なんですよ。どうやってね進化論って成り立つのかもって、ちょっとね考えてみれば分かる。突然変異がある。突然変異ってねありますけどね、全部劣等変異しかないんですよ。そして突然変異したその生物の子供って生まれてこないんですよ。つまりね、進化論っていうのはね成り立たない、そういう仮説、科学でも学問でもない仮説。皆さん、それにあんまり振り回されないように、皆さんね、進化論をね受け入れてるとどうなるかっていうとね、聖書の創世記、神が世界を作った、創造した、そして人間を作った、世界作った時、神はね言葉で作ったっていうんで、光を出てこいって言ったらね、光が出てきた。言葉でね、この全宇宙作った。そんな神いるの、嘘。それはね、進化論を受け入れてる人にはね、おとぎ話しか感じられない。そしてね、人間はね、粘土、土の塵でね、粘土として人間の形作り、そしてそこに息を吹き込めた、そしたら人間になった。いや、これも嘘っぽいな。皆さん、でもね、人は死んで息を吐き出して、そしてね土に帰っていくんですよ。あなたは神に作られた、神の作品だ。皆さん、それをねぜひね、どこか心に受け止めていただきたい。もったいないですよ。神はあなたを愛し、そしてあなたを作り、そしてあなたを救いに2022年前この地上に来られたのに、このイエス・キリストをもしあなたが信じないで見捨てて、いや見捨てるというよりもね、これを捨ててしまったとしたらね、もったいない、もったいない。皆さん、ぜひキリストの愛、あなたに与えられている。イエス・キリストはあなたの救い主です。本日ね、傘が1本しかなくて、あいあい傘の方もいらっしゃいますし、また傘持ってないで歩いている方もいらっしゃいますけれどね、傘 1人1本あるように、皆さん、イエス・キリストを一人一人が信じたら、この地上にあっても幸せだし、
天国に行きます。今日イエスキリストあなたを招いてます。疲れた人、重に負ってる人、私のもとへ行きなさい。聖書は神があなたを愛し、あなたを救う救い主だ、あなたを作った創造者であると語ります。皆さん、これをね、もし素直に受け止められないとしたら、あなたの心立派に固くなになっています。イエスキリストはこう言いました。小さな子供を連れてきてね、この小さな子供のように素直にならなければ神の国に入ることができない。そしてね、金持ちの青年にこう言ったんですね。金持ちが神の国に入るのはラクダが針の穴を通るよりもっと難しい。金持ちは救われないってことか。でも人にはできないことも神にはできる。金持ちの青年は救われなかった、去っていった。でもザーカイという主税人、この男は救われたんですよ。金持ちでした。人から騙し取って通行税、物品税を敵国ローマから大国土のように嫌われていた主税人ザーカイは救われた。なぜか罪責感を感じね、心を痛んでいた、乾いていた、そして救いを求めていた。このザーカイは救われた。今日代々木を歩いている皆さん、あのザーカイのようにあなたのハート乾いていないか。もしあなたのハート乾いているなら、イエス・キリストのもとへ来なさい。キリストはそうあなたに語っておられます。誰でも乾いているなら私のもとへ来て飲むがよい。私を信じる者は聖書が語るように心を潤され永遠の命を与えられます。こんにちは、伝道者の神野直樹です。本日皆様に街頭演説とまた聖書の配布を行ってます。あちらの黄土色の服の聖書配布員がね、聖書お配りするの、もしよかったら受け取って持って帰ってください。神はあなたを愛しておられます。イエスキリストはあなたの救い主です。タジャハオご召喚に通知サンシエスイエス愛に여러분안녕하세요저는칸노나기목사입니다예수믿으세요예수님당신은사랑합니다 Hello everyone, my name is Khan no believe in Jesus. Jesus loves you and so do I. イエスキリストはあなたを愛してます。私たちもあなたを愛してます。イエスキリストを信じたら救われる。本日代々木のあなたにイエスキリストの愛をお届けいたします。イエスキリストは語ります。私は道であり真理であり命である。イエスキリストを通してでなければ神のもとに行くことはできない。つまり私たちこの世界には罪滅ぼしする、修行をする、お布施をする、何らかの善行によって救われるほど罪って甘くないぞ。人間の力で自分で自分を救うことができない。底なし沼に入った人がね、自分で自分を這い出すことができないように、外部の助けが必要なように、皆さん私たちは自分で自分を救うことができない。自分で自分を救おうとする努力、それは宗教です。でもそれでは人は救われない。じゃあどうしたらいいか。神の一人子イエス・キリストが2022年前この地上に生まれた、それがクリスマスの出来事だ。でこのキリストはね、あなたを作った神である救い主なんだ。その方があなたを救うために来られた。皆さんそのことをね、皆様にお伝えいたします。でその上でね、あなたがね、イエス・キリストが来られた、そしてイエス・キリストを信じたら救われる、これを知った上でね、あなたが拒否するならそれはあなたの自由ですけどね、多くの場合食わず嫌いになってるんですよね。東京都にね、大島という島があります。大島行くとね、クサヤという魚があります。あれ美味しいんですけど臭いんですよね。ああ臭い。あの草や食べたことありますか。美味しいんですよ。食わず嫌い、そしてね、あこんな臭いもん食いたくない、もったいないですね。イエス・キリストの愛、これを宗教、ましてね統一教会と同一視し、これを拒否したらもったいない。皆さんイエス・キリストに対してバリアがかかって、イエス・キリストに対してね拒否反応を示す、それは立派にあなたのハートはマインドコントロールかけられてますよ。誰がかけてんのか、それはねちょっとね難しい問題ですけどね、悪魔はイエス・キリストを信じたら救われるということを知っているから、あなたにイエス・キリストを信じさせないように
働いてるんですよ。悪魔なんかいるの？悪魔います。まあ、世界に、まあ、気が狂った人、まあ、そういう人だけではなくてね、悪魔っていうのはね、光の天使のような姿をとって、あたかも善人面をしてね、働くこともあるんですよ。神からあなたを遠ざけ、永遠の救いを与えようとする、その神の一人子イエス・キリスト、聖書のメッセージをあなたがバリアかけて、そしてフィルターかけて、これを信じないように、悪魔は働いてる。皆さん冷静にね、私たちは一つ一つの学問をするように、聖書に対しても一読し、そしてその上で考えてみたらどうでしょうか。その上でもしイエス・キリストを拒否する、それはあなたの自由です。でも食わず嫌いになっていないか、それはもったいない。本日イエス・キリストは宗教ではない、統一教会とも関係ない、あなたを愛してる、あなたの救い主だ。今日皆さんがこのお方を信じたら救われる、これを皆様にお伝えし、またザ・バイブル、世界のベストセラー聖書をあなたにお配りいたします。聖書は神からのラブレター。人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。本日皆様に神の言葉聖書、そして街頭演説を通して神の愛をお伝えしております。まあ、予備校でお勉強し、またお仕事帰りの皆様、お疲れ様です。あいにくの雨の中ですけれど、本日山手線30駅の一つの駅である代々木駅でこの広場をお借りして、キリストの愛お語りしております、お伝えしてます。ザ・バイブル聖書お配りしてます。まあ、小さなお子さんが今ね、聖書を受け取ってくれましたけどね、まあ、聖書配布員がすぐそこで配っております。もしよかったらね、夏休みの宿題早く終わらせて聖書一回読んでみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。聖書は神からのラブレターです。あなたを愛してる。あのラブレターってね、もらった人って嬉しいんですよね。まあ、私がラブレターを初めてもらったのは中学生の時でした。隣のクラスの女の子がね、直接持ってくればいいのにね、まあ、誰か返してね、持ってきて、おう菅野、お前にラブレターだってさってね、持ってきてくれてね、まあ好きですみたいなことがね、ラブレター書いてあったんですよ。でそれ嬉しかったんですね。で授業中ね、それをちらちらと見ながら、何かこう自分の自信というかね、ニコニコして嬉しくなった。聖書は神のラブレター、皆さんどうぞもらってください。そして神はあなたを作り、あなたを愛してる、このラブレターを読んで、皆さんそしたらね、あなたはセルフイメージ高まりますよ。日本人はね、自己肯定感低いんですよ。自分を否定する、自分を好きになれない、なぜか、それはあなたを愛している神を知らないからではないか。皆さん神の愛知らない人はね、絶対的な愛知らないからね、比較になるんですよ。つまりね、誰かと比較してね、自分が勝っている、人には負けない、自分は人に勝っていると思って初めて自分が好きになれる、自分が立派な存在だと思える。でもブスだし、背が低いし、太ってるし、頭も悪いし、お金もないし、そうやって比較してね、自分は劣等感持ってたらね、自分のことなかなか好きになれない。だから人は、日本人は多くは自己肯定感持てないんですよ。あなたのありのまんま、あなたは世界で唯一の存在だ、オンリーワンだ、あなたはそのままで愛されてる、なぜなら神があなたを作られたからだ。このメッセージをね、皆さん聖書を通してぜひ受け取ってもらいたい。本日皆様に、神があなたを愛してる、神があなたを愛してる、イエス・キリストがあなたを愛してる、このメッセージをあなたにお伝えしたいと思います。お仕事帰りの皆様、予備校帰りの学生の皆様、まあ、皆様にね、イエス・キリストがあなたを愛し、あなたのために死んでくださった、あなたのために十字架にかかって、キリストは墓に葬られ3日目によみがえられた、皆さんこのことをね、皆様に知ってもらいたいと思っております。本日伝道者の菅野直樹が、まあ、これ代々木駅来たのね、久しぶりなんですよね。山手線30駅って1都3県でですね、このように毎日のように街頭演説、
また楽器、歌を通してゴスペルライブ、ストリートライブ行いながらね、伝えております、まあ、それからテレビやラジオに出演しキリストを伝え、また毎日 YouTuber としてキリスト、この神の愛、ゴスペルを YouTube 動画投稿しております。まあ、伝道者の菅野直樹です。まあ、皆さんネットやってる方ね、もしよかったらインターネットで、まあ、動画見ていただきます。そして皆様の携帯で聖書を無料でねダウンロードして見ることができます。聖書は神からのラブレター。そして人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。皆さん、パンだけで生きないっていうのはね、人は金さえあれば生きていけるものではない、つまり人は愛が必要だ。まあ、恋人、そしてまた家族を持とうとする、それは愛が必要だからではないか。無人島でね、金さえあれば食事できれば生きていける、寂しいよ。まあ、でもね、人の愛っていうのはね、人に求める分だけ裏切られた時のそのショックはでかい。信じてたのに裏切りやがって。皆さん、人は信じる対象じゃない、人は愛する対象だ。人は足りない、ありのままで許す。じゃあ誰を信じたらいいか、神様ですよ。あなたを裏切らない、イエスキリストに信頼する者は決して失望することがない、希望は失望に終わることがない。いいね。皆さん、イエスキリストを信じたらあなたを裏切ることは決してない。でも人は悪気がないけど裏切る。まあ、あのね、結婚っていうのはね、永遠の契りですよね、契約ですけれどね、芸能人なんか見ててね、まあ、芸能人じゃなくてもね、離婚した夫婦っていっぱいいるでしょう。もしかしたらあなたも ×1 ×2 かもしれない。それはね、人を愛したいと思ってるけど愛せない、それが人間の弱さであり、人間が罪人であるゆえんです。人は愛したいと思っても愛せない、愛がない。なぜなら神から離れ、神に背を向けている存在だから。残念ながら私たち人間は、先祖アダムとイブが神を捨てたことによって、私たちも生まれながらにして罪人なんです。残念です。私たちの計り知れぬところで私たちは罪人とされてしまっている。皆さん、だからね、私たちの計り知れぬところで救いも与えられた。それは2022年前、神の一人子イエス・キリストがこの地上に生まれ、神が人間となって生まれ、私たち人間の罪を背負って十字架にかかって死なれた、死んで墓に葬られ3日目によみがえった。このキリストを信じるなら救われる、あなたの罪許され、永遠の命与えられる。皆さん、罪の結果人は死ぬことになったんです。でもイエス・キリストの救いを信じたら、死んでも生きる、永遠の命与えられる。本日皆様にこの神の愛、永遠の命の救いを皆様にお伝えしたいと思います。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。こんにちは、伝道者の菅野直樹です。街頭演説を通してイエス・キリストの愛をお伝えし、統一教会と関係ありません、宗教でもありません、聖書、神の言葉、あなたを作った神の言葉、聖書、この言葉を通して神があなたを愛している、このニュースをお伝えしております。本日皆様にこの山手線30駅の一つである代々木駅に久しぶりに参りました。まあ、本日雨のあいにくの天候の中ですけれど、まあ、いつものね、あの暑い、うだるような35度超えるようなね、日中と比べるとね、昨晩もね暑かったよね、昼も暑いけど夜も暑い、もう下手するとね、私たちの体温よりも暑いぐらいのね、うだるような暑さ。まあ、それと比べればね、雨だけどね、過ごしやすいですよね。まあ、神様はね、このように私たちが退屈しないでね、私たちがね、充実して過ごせるように、豊かに過ごせるように、まあ、地球を作り、そしてね、この日本、東京、まあ、ここはね、本当にね、環境的に優れた場所だなと思いますね。あの沖縄とかね、結構ねいいなと思うんですけどね、台風が来るしね、まあ、東京はね、首都直下地震が、まあ、活
なりのパーセンテージで起ころうとしてますけどね。でもね、比較的住みやすい、まあそしてね、被害に遭いにくい。まあでもね、私たちが仮に被害に遭わない新型コロナの感染にもならなくてもね、最後人は必ず死ぬんです。残念、無念、残念だよね。積み上げてきたもの全部崩れる。でも皆さん、イエス・キリストを信じたらね、死で終わりじゃない、永遠の命与えられますよ。本日皆様にお届けします、イエス・キリストを信じる者は救われる、そして永遠の命が与えられる。本日皆様にその神の愛をお届けするために、代々木駅西口広場お借りしてキリストの愛お伝えしております。イエス・キリストはあなたを愛しています。私たちもあなたを愛しています。まあ、本日2時間の予定で街頭演説とまた聖書配布を行っております。まあ、19時終了です。まあ、今日皆さんラッキーです。まあ、皆さんイエス・キリストを信じる、救われる、永遠の命を受けられるチャンス今日あるんです。聖書は語ります。見よ、今は恵みの時、見よ、今は救いの日。東進ハイスクールの林先生がね、今でしょ、まあ、あれね、おそらくですけどね、聖書のパクリです。まあ、東京大学で勉強したぐらいですか、林先生聖書を知ってるだろうと思うんですけどね、見よ、今は恵みの時、救いの日、まあ、ここから今でしょ、まあ、パクったという証拠はないんですけどね、パクってないという証拠もない、まあ、おそらくそういう発想は聖書から出てくる。まあ、勉強いつしたらいいか、今でしょ。同じようにね、イエス・キリスト信じる、イエス・キリスト考え始める、そのうち、また今度ね、じゃなくてね、今から皆さんキリストを考え始め、またイエス・キリストを信じる一つのチャンス、ターニングポイント持ってください。ギリシャ神話にはカイロスというね、時という神様、そういう哲学的神様がいる。その神様の後ろの髪の毛はない、つるっぱげだ。つまりチャンスをね、掴み取ろうとして、いやそのうちって言って、ああチャンスだったって取ろうとするとつるっと逃してしまう。皆さん、せっかくイエス・キリストの愛が今日皆様の前に与えられているのですから、聖書を通しまたイエス・キリストに祈ってみませんか。そのうちとやってるうちにね、チャンスなくなってしまいますよ。今日神の言葉を聞いたなら心を固くなにしないように、聖書はそう語ります。今日イエス・キリストはあなたを招いている。イエス・キリストはあなたの救い主です。あなたを愛しています。イエス・キリストを信じたら救われる。本日皆様にこのニュースをお届けしたいと、本日約2時間、まあ、この場所でキリストの愛をお伝えしています。まあ暑中見舞いを申し上げます。暑い中ですけど、今日はですね、ちょっと珍しく涼しい雨の一日で、イエス・キリストあなたを愛しています。 Jesus loves you。 イエス・キリストはあなたの救い主、信じるだけで救われます。 Believe in Jesus。 イエス愛に、イエスに対してのサラミだ。イエス・キリストを信じたら救われる。本日皆様にこの神の愛をお届けいたします。街頭演説、そしてまた聖書配布を行っております。黄土色の聖書配布員が、服を着た聖書配布員が皆さんにお配りしております。どうぞプレゼントです。1冊の皆さん手土産に、まあ、皆さんがね、聖書を持ってお家帰ったらね、あなた、お前何をもらってきたんだ、聖書ですよ。いや聖書ってね、宗教じゃない、そんなのダメよ。今統一教会話題になってるじゃない、騙されちゃう。皆さんね、聖書と統一教会関係ないですからね。そして聖書、イエス・キリストは宗教ではない、あなたを作った神であり創造者である、世界を作った創造主。皆さん、神様ってね、創造主ですよ。で、私たちが考える神々、八百万の神々っていうのは人間が作った神々のことです。まあ、八百万の神々、日本には約30万八百万の神々がいる。いやすごいよね、あれも神、これも神、多分神、きっと神、空の神様、海の神様、トイレにも神様がいらっしゃる。まあ、でもこれはですね、実は人間が作った神様、聖書が語る神とは違う。聖書が語る神は人間を作った、あなたを作った。
そういう神様がいらっしゃる。もうこれはね、コペルニクス的見解ですね。神様ってね、人間が作り祭り上げ、そしてね、言うこと聞いてよ、手合わせる、祭り上げたんだから言うこと聞いてよ、受験の神様、安産の神様、交通安全の神様、家内安全の神様、もうこれね、自己中ですよね。もう私だけ幸せにしてください。受験の神様ってめちゃくちゃ自己中ですよね。他の人落ちてもいいけどね、私だけ合格させてください。あ、こんにちは。どうもどうもどうも。雨の中ですけどね。まあ先ほど純喜さんがね、行ってなんかお茶をいただきましてありがとうございます。来てくださったんですか、あるいは。なるほどなるほど、はい。そしたらね、ちょっとね、純喜さんが今聖書をね、いっぱい持ってますんで、語っていただいてもいいですし、配っていただいても。まあ純喜さんがね、あそこに座ってるおじさんに今キリストの愛を伝えていらっしゃって、まあ雨の中ね、ご苦労様です。まあ勉強の帰り、この予備校でお勉強された皆様、お仕事帰りの皆様、まあ、この雨の中ですけれどね、あいにくの雨ですけどね、あの連日のうだるあの暑さに比べたらね、まだほっと涼しいんではないでしょうか。まあ、私なんかはね、とっても過ごしやすいですね。まあ、皆さん、この雨の中に傘を差すように、もしあなたがあなたを愛しておられるイエス・キリストを信じて、イエス・キリストと共に歩むなら、あなたの人生は救われる、幸せになれる。現世でイエス・キリストを信じたらね、幸せになれるんですよ。しかしね、現世だけじゃない、来世はね、死んでも生きる。皆さん、イエス・キリストはあなたに永遠の命を与えてくださるっていうんですね。純喜さん、聖書ある？イエス・キリストはあなたを愛しておられます。本日お仕事帰り、お疲れ様です。お勤めお疲れ様です。また予備校帰りの皆様、まあ頭がよろしい皆様、勉強している皆様、まあ早めに課題宿題終わらせてね、この夏一度聖書読んでみませんか。世界のベストセラー聖書は神の言葉、あなたに救いを与え、永遠の命を与えられる神様です。本日イエス・キリストの愛、神の愛、2022年前神の一人がイエス・キリストがこの地上に来られ、イエス・キリストはあなたの罪を許すために十字架にかかり、死んだ後墓に葬られ、お父さんいかがですか。イエス様はあなたを作り、あなたの救い主ですよ。もしあなたがイエス・キリストを信じるなら救われる。まあ、本日皆様にその神の愛をお届けいたします。もう分かりました。あと 5,、はい、5分ぐらいで終わっちゃう予定なんだけど、はい、分かりました。分かりました。どうもどうも、はい、久しぶりにお会いできて嬉しいです。どうもどうも。なんかトイレお借りしたりね、いろいろお茶とかもね、ありがとうございました。じゃあなんかグータッチ。またね、どっかでね。そうですね、うん、はい、ありがとうございます。失礼します。代々木の皆様こんにちは。山手線30駅の一駅である、まあ、代々木、まあ、この代々木代々と書きますけれど、まあ、久しぶりに参りました。素敵な代々木の街、まあ、皆さんがですね、素敵な方々であるので、この代々木が素敵なんですね。で、素敵な皆様にね、もしあなたがイエス・キリストを受け入れるなら、代々の祝福、聖書は語ります、千代の祝福がある。今日皆さん、イエス・キリストは宗教ではない、まあ、ましてね、今話題になっている統一教会とも関係ありません。イエス・キリストはあなたを作った神である、あなたを愛している救い主です。今日皆様にこのキリストの愛をぜひ知っていただいて、考え始めていただきたいと思います。本日街頭演説、そしてまた聖書の配布を行っております。あいにくの雨の中ですけれど、皆さん
この雨が恵みの雨、雨できれば降ってほしくない、でも恵みの雨であるように、皆さんイエス・キリスト、皆さん食わず嫌いになってたとしてもね、イエス・キリストはあなたを救い、あなたに永遠の命を与える神様です。こんにちは、お母さんに、旦那さんに、素敵な素敵な皆様にお伝えしたいと思います。まあ、人はね、必ず最後死ぬ、そして加齢ともに人は劣化していく、あの DNA がコピーされるときにね、遺伝子情報がコピーされていくときにね、壊れていくんですよ。そして人は120歳以上は生きられないとされています。なぜなのか、本当はね、人っていうのはね、永遠に生きる存在なのにね、まあ、今若いお姉様方もね、お兄様方もね、やがてね、あのオールドになっていきます。そして今お年を召したね、おじさんにおばさんたちもね、もう昔は素敵な素敵な、もう分かってます。もう私にもね、若い時がありました。まあ、しかしね、加齢、劣化、年を取ることにはかなわない。人は必ず年を追い、そして最後は新型コロナにかからなくても人は必ず死んでしまう。まあ、これがね、残念ながら私たちに与えられた運命だ。でもその運命変えられますよ。なぜなら、人間の先祖であるアダムとイブ、このアダムとイブが神を捨てるという罪を犯した。その結果、あの花束の根から切られた花が枯れるように、人は神から切られ、人は死ぬ運命になった。でもその人間を救うために、2022年前、神の一人子イエス・キリストは来られ、そして神の一人子イエス・キリストは私たちを救うために十字架にかかって、イエス・キリストが私たちを救ってくださった。まあ、救ってくださったんですけど、あと救いがあなたに届くためには、あなたが受け取ることが必要です。つまり神の側では全部救いは終わってる、全部終わってる、あとは何か、あなたが受け取るだけだ。プレゼント全部用意してね、どうぞ、誕生日プレゼント、そしてクリスマスプレゼント、そして、まあ、このお中元というかね、この初中見舞いのこの時期にね、日頃お世話になっている方々にプレゼントしますよね。それと同じように、いや、それよりもはるかに、あなたの運命を変え、あなたを救う、そのようなプレゼントがある。皆さん、それがね、イエス・キリストの福音だ。本日皆様にイエス・キリストを信じたら救われる、このニュースをお届けいたします。イエス・キリストはあなたを愛しています。その愛はあなたの罪のために十字架にかかって死なれました。そして復活して今も生きてます。あなたがイエス・キリストを信じるなら救われる。本日皆様にこの福音、グッドニュースを皆様にお伝えし、まあ、皆様がイエス・キリストを信じて救われることを心からお勧めして、本日の街頭演説とさせていただきます。皆様、どうぞイエス・キリストがあなたを愛してますので、救いを受けてください。心からお勧めします。どうもありがとうございます。なお、聖書を皆様にお配りしておりますので、もしよかったら聖書を一冊受け取ってください。この広場をお借りして、また皆様大変お騒がせしました。どうもありがとうございます。